ちょっとね、真ん中開けるんですよ。カレーとね、もちゃもちゃ合うんすよ、これ。どうも、キュアハイボールです。私、キュアハイボール、もうこの戦いに終止符を打つために、今回はですね、締めの料理をいきたいと思います。締めの料理、何を作るかっていうと、私の大好きなこの札幌市は、この不人気の醤油味。醤油味ってね、めちゃめちゃうまいんですよ、これ。これの一番おいしい食い方、醤油味の、教えます。これどうやったら一番おいしいかっていうと、札幌一番の醤油はね、カレーラーメンにする一番うまいっす。これがね、締めにはうってつけ、もうつまみにもなるし、ということで今回はですね、私キュアハイボールが札幌一番を最高においしいレシピリュウジのバズレシピ、材料紹介いきたいと思います。札幌一番の醤油味一袋です。ジャワカレーのルー一かけ、ね、これ中に一かけ、ね、余りがありましたね。これ使っていきます。そして具材としてブルーバラ肉、そして玉ねぎです。はい、そして僕です。はい、じゃあですね、やっていきたいと思うんですけれども、もう今回はですね、もうほんと私キュアハイボールがもう変身します。変身するために必要なのはジョッキです。あー、ムンプリズンパワー、ジョックダニエル召喚、ムンプリズンパワー、これアルコールパワーがここに溜まってきただろう。じゃあここに入れていきます。ということでよろしくお願いします。あー、うまい、完璧ですね。そして私も仕上がったところで料理も仕上げていきたいと思います。じゃあ玉ねぎなんですけども、まあ、スライスしていきましょう。はい、こんな感じでね、まあ、スライスして、これがね、あのカレーとカレー味とよく合いますんで、玉ねぎね、切ってくださいね。そして豚肉なんですけども、もうすげえ脂身がすごいですね。油こそパワー。もうこんな幸せはないです、この世の中に。アルコールイズ、はい、まずフライパンです。フライパンで、豚バラを炒める。これ塩コショウしなくていいです、あの塩分が高いから。これで油は、まあ、引いてもいいんですけども、あのカレー料理もね、油分あるので、豚バラだったらね、引かなくても大丈夫。もしロース肉とかやるっていう場合は、ちょっとだけ油小さじ1ぐらい引いてください。豚バラをね、パリッと炒めていきます。はい、でちょっとね、油が出てちょっと焦げ目ついてきたら玉ねぎ入れます。はい、ちょっとね、真ん中開けるんですよ。でここに、ね、玉ねぎがしなっとなってきたら水を入れます。 500cc です。でね、強火でね、沸かすんですよ、これ。ちゃんと沸騰してからにしてください。ここから麺入れるんですけど、沸騰してからってくるというのは、あの、一番重要でございます。ということで、沸いてきましたね。沸いてきたら、沸いたら、もう、中火ぐらいでいいです。はい、で、麺をね、ふやかしていくんですね、これね。はーい、あ、いい感じですね。で、麺がね、まあ、ほぐれてくるわけですよ。そうしたら、ここで粉末スープ、粉末スープが、はい、ここでなんかしょっぱいの苦手な方はちょっと減らしていただいてもいいんですけども、でそこでジャワカレー、これも入れてみます。これが重要でございます。はい、そしたらね、ちょっとね、ちょっと弱めでね、スープとこのカレールーを溶かし込んでいく。はい、そしたらもう完成、持ってきます。まあ、まず麺から移していきましょう。これもうね、飲んだ後はね、これが食べてしょうがない。これをね、麺を入れてガーッといいじゃん。パラ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 。はい、そして最後にこの袋についてるね、この特製スープ、これがカレーとね、もちゃもちゃ合うんすよ、これ。うぃー、ということで札幌一番カレー醤油ラーメン完成だ。では、ぜひいただきたいと思います。いただきます。
うまそうっすね、これね。いただきます。あ、なんだこれ。天地全能です。塩でも味噌でもなく、これ醤油なんですよ。醤油の素朴なスープとこのね、ジャワカレーの複雑な香りがね、めちゃもちゃ合うんですよ。かなりこの麺に絡むようになるスープがね、これがうまいんです。本当にこれね、締めにはこれが食べたい、私。ということで、ストップチャンスだ。乾杯。よし。うん、カレーですね、完全に。もうちょっとうまいこと言ってもらカレーラーメンのちょっと待って、ちょっと待って、これ NG でしょ。コメントでやばすぎて。めちゃくちゃ美味しいの確かです。めちゃめちゃ美味しいでしょ。反省しながら、はい、さあ、バップ達也さん、はい、ありがとうございました。ごちそうさまでした。あー、面白い。ということで、皆さん、カレー醤油ラーメンの美味しさ十分に伝わりましたね。今日はこのカレー醤油ラーメンの美味しさが伝わったということで、本当にありがとうございました。はい、それではね、やっていきたいと思います。まずね、鍋に水 500cc 入れていきます。あ、違いますね、全く違いました。うん、全く違う。手順が全く違いました。違った。うん、もう全然違うね。普通に札幌一番を作ろうと思ってたね、俺ね、今ね。